ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月、クリスマスが近づいてきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。近年はどうなんでしょう。昔、僕らが子供の頃とか、もっと昔の80年代のような、クリスマスイコールロマンティック、デートしなきゃいけないみたいなムードは、年々減ってきているんでしょうか。少し数ヶ月前にハロウィンもあって、そっちもかなり盛り上がって来るようになってきましたから、相対的に、イベントとして役割が違ってきているのかなという、空気感も感じますけれども、でもクリスマス映画はね、世界的に定期的に新作が出てくるし、ニュース見たけど、日本ではホームアローンが、クリスマスにテレビで流れるっていうこともあるみたいなんでね、そういう意味では盛り上がるところは盛り上がるのかなと思いますが、あのお子さんいらっしゃる方はクリスマスプレゼントにね、頭悩ませる時期かなと思いますけれども、プレゼントといえば、あのこの番組の、投稿コーナーで内山さんこれ買いですっていうコーナーを長くやってますけどね、内山聖輝にこれ買ったらいいんじゃないか、これ買ったら人生楽しくなるんじゃないのかっていうんで、物を、リスナーの方々から勧めていただくコーナーですけれども、あの最近それの逆パターンが起きているっていうか、どれ買いですっていうかね、どれ買っていいのかわからない状態、探してるのがデジタルオーディオプレイヤー DAP っていうんですけど、昔だと MP3 プレイヤーって呼ばれていたジャンルで、今はもう MP3、まあ、データ形式にとらわれないというか、いろんなデータハイレゾも含めて扱えるものが主流なので DAP とかって呼ばれますけど、もっと遡れば商品名でウォークマンとか、その後の iPod だとかっていう風に、比喩で呼ばれてましたけれども、まあさっきも言ったように現在の主流のハイレゾファイル扱えて、近年結構こうみんなが使うようになってきたハイレゾのサブスクもね、ネットつなげるようになってますから、それも聞けるよっていうのが増えてきてるらしいんですが、僕自身この番組のリモート収録する機会があったりして、オーディオインターフェースを持っているので、それを PC つないでハイレゾを聞ける環境を整えて、それで音楽聴いたりするんですけど、すごくいい音で、ただパソコンに向かい合ってテーブルに置いて椅子座って聞くっていうのは結構億劫だなと思って、機械つないだら立ち上げてソフトもいじらなきゃいけないし、そういうのも含めて面倒だなっていうので、スマホと Bluetooth っていう普通に簡単に聞けるやつも使ってるんですけれども、まあでも音の違いはあるかなと思っていて、だからハイレゾを聞けて、サブスクサクサク動いてデジタルオーディオプレイヤーあればいいなっていうので調べてるんですけど、情報が少ないんですよね。 SNS とか検索かけると買ってる人は出てくるんですけど、需要が少ないのかな。そもそも日本のメーカーがあんまりバンバン新作出してないみたいで、例えばソニーウォークマン、ハイレゾーを扱えるウォークマンは、あるんですけど、今でも発売されているものが2年くらい新しいのが出てませんから、これ今それ買って数ヶ月後に新作出たらあちゃーってなっちゃうし、もう作らないのかどうなのか。 iPod は多分もう出ないだろうなって気がするし、だから分かんないですよね。で調べると、あんまりそういうオーディオ系とか詳しくない人間からすると、あそれ聞いたことないな、知らないなっていう海外メーカーが結構新作出してるんだけど、そういうの製品がどうなのかっていうのも情報量が、少なくて、で試しに買うには高いんですよ。どれも新しいもので普通に10万とか20万とか30万円とかして、ミスった時のそのデカさたるやね、あれだからね。だからこの番組聞いてる中で詳しい人いたらね、そのどういう状況なのかっていうのを教えてほしいですね。
階なのか町なのか僕の予想としてはその、まあ、ハイレゾーは前からあったけどハイレゾーのサブスクが、Amazon とかがやってて Apple も始まったんでしたっけで Spotify もやる予定ですみたいなハイレゾーサブスク戦国時代がもう来ててもっと主流になっていく中でそれを受けて、開発して製品投入してっていうのが多分もう数年かかるのかないやそれに見合う需要があるのかなみたいなそれ単体でだから iPhone で受け取って iPhone からつないで、変換するやつつないで聞くっていう構図化向けには商品出るとしてもそれ単体で、10万出して聞きたいっていう人がどれくらいいるのかでそれがサクサク動くような製品開発されていくのかその辺がねちょっと門外観にはよく分からずそれはね最近知りたいなと思っているところです。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームアップルパイさんからいただきました。高校3年生の方、北海道。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。初お便りです。北海道では雪が積もり始めました。まあ12月ともなればそうですよね。私は小学校2年生まで横浜に住んでいました。北海道の旭川に来てから11年が経ちましたがまだ慣れないことも多いです。例えばすっかいや縛れてるなど分かりそうで分からない方言や雪の日に誰も傘をささない光景などです。縛れてるっていうのは縛れるってことかな。寒い。すっかいは分かんないっすね。雪の日に誰も傘をささない光景。ああ、そうなの。気にしないってことか。海外の人の雨に対する態度みたいですね。中でも、バスの違いに一番驚きました。基本バスや電車はスイカやパスモなどで乗ることができますが、そうだよね。旭川では、電車に乗る機会が全くなく、バスも本数が少ないため、ASACA、朝霞かな。朝霞という旭川限定のバスで使えるカードを使わなければいけません。ふん。また、横浜と違い、バス停ごとに料金が決まっているので、バスに乗る入り口は前からではなく、間からです。まあその、中間地点真ん中ぐらいからってこと、まあそれはありますよね。私は初めてバスに乗った時間違えて前から入ろうとして車掌さんに指摘されたことがあります。笑い笑い。内山さんは北海道に来たことありますか？ありますね。仕事でもあるし、プライベートでもありますね。また北海道にどんな印象を持たれていますか？寒い、広い、広くて移動が大変だとよく聞きますね。こう地図で見たあれよりも北海道内の移動がすごい大変。ここからここはここ経由しないといけないとかこう直接行くのが大変だとかなんかそういう印象。首都圏も寒くなってきたと思いますが体調に気をつけてお過ごしください。寒いですね。確かに、もう冬はいつも難しいですね。あの天気予報でよく言うこう朝は寒くなりますが昼は日差しが差して、気温も上がり夜また寒い。どうすればいいんだよっていうあれは本当に困るんで、あんま夜寒いのか、じゃあ夜まで仕事で外に出てるし、暖かい格好していこうって言って、電車だったりねお店だったり入るとすごい暖房が効いてて暑くなっちゃって、答えがないところはね本当にいつも納得いかない顔をして冬を生きてません。冬の大半の時間は納得いかないなっていう顔してると思いますね。なんとか頑張ってやっていますが、ということで北海道旭川で横浜との違いと、まあいろいろあるだろうけど気になったのは朝霞という旭川限定のバスで使えるカードを使わなければいけない。あ、本当に旭川限定なのかね。スイカだって今多分関西とか持っててもそのまま使えますよね多分。朝か、まあ、会社の都合なのかな。東京持ってきても使えないということなのか、分からんけど、まあ地域によってね事情はいろいろありますわな。北海道はねでも、まあ、場所によって本当いろいろあるだろうけど、物産展が一番盛り上がるのが北海道の印象ですかね。
僕が好きなソフトクリームは鉄板であるし、海の幸だったり、お肉だったりとか、まあ、いろいろ各種行けて、なんかラーメンだとか、あとそのスナック系のお菓子とか、ロイズのチョコだとか、ポテトチップとチョコ合わせたやつだとか、もう各種、もう北海道一つ一道で行けるっていうのがね印象、物産展が強い道、そういう印象ですね。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、お悩みプロファイル。このコーナーでは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖が分析させていただいております。まあ久々にやりますね。いろいろメールいただいているんですけれども、やってみましょう。ラジオネームシェリーさんからいただきました。こちら今年の7月にいただいたそうです。あ、だいぶ時間経っちゃいましたね。申し訳ないですね。なかなかやらないでいるうちにもうすでに解決している可能性もありますからね。まあ何はともあれ読ませていただきます。内山さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しています。私の趣味といえばアニメや漫画、ゲーム、読書ですが、カルチャー系、自己紹介などの時に自分の趣味を話したら、あ、〇〇かっこ名作は知ってる？とよく聞かれます。ただ私はその人が言った名作はあんまり好きではなく、知らないと返事したら、〇〇を知らないのに好きと言えないじゃんって言われます。またこれと別の話になりますが、内山さんは映画好きでいろんな映画の話をスラスラと言えますよね。いや、これはね、ちょっと嘘ですね。映画好きで、ここの番組にも話してますけど、あれは別に空で言ってるわけじゃなくて、ちゃんとこうメモ作って書いてあるの読んでるだけなんで、もう全然こうスラスラと言えるあれではないんですよね。撮影や役者、音響の話などなど、本当にすごいと思います。現在、インターネットがあるおかげで、ネットで内山さんのような自分の趣味を研究している人々を見かけることができるようになりました。確かにインターネット、そしてそこに SNS が加わって、僕もなんか、あ、映画とか、まあ、音響だったり劇場のことだったり、そういう人のは見てますね。まあもちろんプロアマチュアいろんな方いるんで、こういろいろソースは探ってって複数当たるようにはしていますけれども、私はすごいなぁと思いつつ、自分のことをよく考えてみると、趣味のこと何も詳しくないと感じました。なので、常に趣味とは何だろうか。好きなだけで趣味と言えないなら、その境界線はどこにあるのか。と、このように永遠に悩んでしまいます。内山さんが思う趣味の概念は何でしょうか。また、このような消極的な思考を止めるにはどうすればいいでしょうか。長文になってしまいますが、ぜひ内山さんのご意見を聞きたいです。ということで、趣味とは何か。僕にとっては趣味イコール好きでいいと思いますけどね。好きなものが趣味と言っていいんじゃないでしょうか。だから境界線はなくて、どちらかというと好きと趣味はイコールでつながっているようなイメージですね。で、好き、趣味と境界線を引くならば、まあ、詳しいっていうところですね。言い換えれば専門家とかマニア、オタク、丸々の専門家、丸々のマニアです、何々のオタクですと言ったら、詳しくあることを指すというイメージだから、詳しくなければならないという気がするけれども、だから何々を知らないのに専門家とは言えないじゃん、何々を知らないのにマニアとは言えないじゃんとかって言われるのも、まあしょうがないかなという気がしますが、趣味の段階であれば、好きという気持ちがあればもうそれで
クリアという感じがするので、趣味の概念はそういうことで、だから境界線はなくて、まあ好きにやればいいのかなと思いますね。だから消極的な思考はそういう意味で、持つ必要がない、気にしなくてもいいという感じがしますね。例えばだから漫画を読むのが好きですと。僕も漫画を読むのは好きですね。趣味と言ってもいいのかもしれない。ドラゴンボール知ってる？ドラゴンボール知らない。僕はドラゴンボールもワンピースも1ページも読んだことがないので、ワンピースを知らないのに好きと言えないじゃんって言われるのかもしれないけど、まあでも漫画はたまに読むので趣味、まあでも趣味ってあげないかな、あんまり。そう無意識的にそうやってつつかれるかもしれないっていう潜在意識で、こうやって表立ったところでは、まあ趣味なんだから好きという気持ちがあればいいんじゃないってこう言ってるけど、でも自分がいざ趣味なんですかって聞かれた時に、いやでもこれ毎日やってるわけじゃないし、全網羅してるわけじゃないしって思ってるかもしれないと、はたと今気づきましたけど、まあでも普通に考えたら趣味でいいんじゃないですかね。堂々と生きていきましょう。じゃあ僕も趣味漫画言わないな、確かに。結構買ってますけどね。仕事もあるけど、まあプライベートに自分で好きで買ってのもあるけど、趣味漫画って言った時のこの色のつき方何なんだろうな。なんか独特な感じ出ますよね。確かにな。ちょっと自分で答えは作ったつもりなんですけど、保留ですね、これは。ちょっと分かんないな。もうなんか定義上はそうだけど、でもなんか定義から溢れる何かがありますね。でもまあルール的にそうなのであれば別に気にする必要はないと思います。ということで久々にやってみました。今日はいまいち解決できませんでしたが、皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです。このコーナー、買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様におすすめしていただくコーナーでございます。私がね探しているのは、オープニングでも言ったようにデジタルオーディオプレイヤーが今買いなのかどうか、待つべきなのか、どのメーカーを買うべきなのか、そもそも必要なのかどうかわからない。はい、ラジオネームハピハピさんからいただきました。東京都25歳女性の方。内山さん、こんにちは。初めてメールいたします。突然ですが、内山さんは今自分の HP がどのくらい残っているのか知りたくないですか？知りたくないですっていうか、そんなことは自分の感覚でなんとなくで大丈夫、わかります。でも読みましょう。これを知りたい方におすすめなのがガーミン、 GARMIN、 ガーミンのスマートウォッチです。ああ、なるほどね。ガーミン社のものにはボディバッテリーの計測という機能が搭載されています。ボディバッテリーとは、心拍変動、ストレス、アクティビティなどのデータから予備エネルギー量を計測する機能です。予備エネルギー量？5から100の数値で身体的エネルギーの残量を表示してくれます。いやでもわかんない、まあそれ多分正しいと思うんですけど、気分じゃないですか、そういうのって。なんか疲れてるけど頑張れちゃうとか、昨日めっちゃ8時間寝たのに今日ちょっと無理だわみたいな日もあるし、基本的には寝ている時やリラックスしている時に充電され、日中の活動により HP が減少していく仕組みです。寝ている時はわかるけど、リラックスしてるっていうのはどうやって判断するんですかね。機械に分かられたくないっていう気持ちになっちゃいますね。お、あなた今リラックスしてますね、ストレス減らしときますみたいな。リラックスを悟られたくないなって思っちゃうな。
私は2年弱ガーミンの腕時計、ビボムーブ 3S を使用しており、この機能のおかげで回復のための睡眠に意識が行き、良い睡眠を心がけるようになったことで健康意識の高まりを感じます。睡眠もトラッキングしています。トラッキングね、わかんないけど追いかけてるってことかな。体調が悪い時には寝ても HP が回復しないので、ちゃんと測っているのだと思われます。てんてんてん、びっくり。寝ても HP が回復しないってどういうことなんだろう。またボディバッテリーと合わせてストレス値も見られるので、この商談をしている時のストレスは異常値だな、などの発見ができるのが面白いです。だからそれが嫌ですね。ストレスを機械に悟られたくない。そんな俺の気持ちはもっと複雑だって主張したい。そんなこう単純に機械で測れる気持ちじゃないんだっていう、機械とは違う、 AI とは違うんだ俺はっていうのを保っていたい人間です。スマートウォッチの種類によりますが、アクティビティ記録、歩数など、睡眠、心拍数、消費カロリーなど、自動で記録してグラフにしてくれます。腕時計は邪魔だと思われると思いますが、コロナ禍の中で自分の体調を把握するのは大切なことと思いますし、残り HP が知れるという点に興味を惹かれないでしょうか。何度もスマートウォッチをお勧めされており、却下されていますが、ご一行いただけますと嬉しいです。長々と失礼しました。これからも応援しています、ということでね。ガーミンというところのスマートウォッチがボディバッテリーの機能がついていて、それがまあ言ってみれば自分の HP これくらいまだありますよっていうのが示してくれるものなんじゃないのかと。それが便利じゃないですかと。まあいろいろ言ってきましたけど、残り HP が知れるという点、なんかこの数値が示されたところで、ああもうダメだ、諦めようってなりそうですね。逆にもうこれここで俺がもう腕時計トントントンってやって、もう今日ダメですとかっていうわけにいかないじゃないですか。文化放送来て打ち合わせやりましょう、収録しましょうっていう時に、もうこのガーミンが言ってるんで今日帰りますって言ったらみんな怒るでしょ。明日適当に30分分自分でリモートで撮っとくんで、あと横川さんよろしくお願いしますとか言ってもみんな怒るじゃないですか。だから残り HP は知らない方が俺は、まあ、自分の感覚で生きていきたいなって思いますね。うん、それをもとに俺はこれを信じたら、もう普通にマネージャーにももうないんで、今日もう今年もういいっすかって言いそうだもんな。ガーミンが言ってるんで、もう科学的に無理ですって主張しそうだもん。だからちょっとこれには今のところ頼らず頑張っていこうと思います。ラジオネーム綿竹さんからいただきました。綿、もう漢字で綿に竹。横浜在住大学生、23歳女性の方。内山さん、スタッフのみんなさん、こんばんは。いつも楽しい時間をありがとうございます。早速ですが、私が内山さんにおすすめする商品は GC 社の MI ペーストです。私はヨーグルトや酸っぱいお菓子が大好きで、子供の時はそれでよく虫歯ができていました。実家の歯医者さんに、実家が歯医者さんってこと？実家の歯医者さんにこの商品を勧められてからずっと使っていますが、効果は確実にあると思います。 MI ペーストは簡単に言うと歯のミネラルパックで、歯の再石灰化を促進させ歯を強化する効果と、口の中を中性に戻す中和作用があるものです。なので私が使うタイミングは酸っぱいものを飲み食いした後の歯磨きの後と寝る前です。ちなみにお気に入りのフレーバーはチョコです。ぜひ使ってみてください。ほう、 GC 社の MI ペースト、これは何？歯磨き粉？歯のミネラルパ、あ、歯磨き粉じゃないのか。歯の再石灰化を促進させ歯を強化する効果と、口の中を中性に戻す中和、わかんないわこれ。まあいいんでしょうねこれね。とっても GC 社って、でも聞いたことあるな。何で聞いたことあるんだろう。多分いいと思いますよこれいいんじゃないですか。でも俺はミネラルパックはやってないけど、その矯正していた時代があるから、
特に夜の歯磨きは結構眠くても時間かけてて、まあ普通にブラッシング手磨きでやるのもあるし、あのフロスも通してますから、で定期的に歯医者でその掃除がてら見てもらってるけど結構褒められてるんで大丈夫かなと。だからそこで言われてるのはタフトブラシを導入してくださいって言われてますね。タフトブラシっていうのは普通の歯ブラシに比べるとすごい細い、もう先端がもうすごい細くなってて、そこからこう棒のように、毛が伸びているような細いやつで細部を磨ける、細かいところに歯の間の部分とかそういう細かいところを攻められるやつで、ここの奥歯のこの辺はタフトたまにかけてもらえるともっと綺麗になりますねって言われてるのがあるので、まず MI ペーストよりは先にタフトブラシを多用すること、多分家のどっかにはあると思うんですけど、それを使うことがちょっと大事だと主治医が言っているので主治医を信じようと思います。でも MI ペーストも多分いい商品だと思います。ということで、引き続き買い物不精な内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。皆様からのメール引き続きお待ちしています。現在募集中のコーナーは、皆さんおすすめのローカルテレビ番組を募集するローカルどうでしょう。皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします。買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。最近は、リモート収録の、ためにいろいろな音響機材が増えていくっていうエッセイを更新中です。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。